松野町の道の駅、虹の森公園松野。今年のゴールデンウィークはお魚館で2月に誕生したペンギンのヒナがお目見え。愛らしい姿で早くも人気者に。そしてお魚館に負けないくらいのにぎわいを見せていたのが、今年3月道の駅にオープンしたばかりのベーカリー。どうかゴールデンウィーク忙しいです。ありがとうございます、皆様のおかげで。ベーカリーのオープンには地元の小中学生やスタッフのさまざまな思いが込められていました。コロナ禍によりお魚館で人気を博していた動物たちとの触れ合いイベントが開催できなくなるなど、来場者と売り上げが3割近く減少した虹の森公園松野。道の駅に新たな魅力あるスポットを作り、再びにぎわいを取り戻したい。松野町はおよそ2800万円をかけ、道の駅の休憩スペースを活用し、新しくベーカリーをオープンさせることにしました。3月のオープンに向けて工事が急ピッチで進む中、町内の松野東小学校を訪れたのは坂本博史町長。皆さんに今後皆さんが知っているお魚館のある虹の森公園にパンを作るところができます。そこで、美味しいパンを、ね、たくさん焼きます。皆さんにそのパンのパン工房の名前をつけてもらいたいんです。地元の人たちにより親しんでもらえるベーカリーにしようと、小中学生からお店の名前を公募することにしたのです。みんなが笑顔になれるようなそんな名前をつけてみたいです。2月上旬、地元の小中学生から90点を超える応募作品が集まりました。ブラボーなパン屋、食べた人に思わずブラボーと言ってもらえるお店になってほしいから、虹のかけら、虹の森公園にかかった虹をパンにして食べたいと思ったから、こういう純粋な、なんか美味しいパンが食べたいとか、そういうの読んだ時にすごく感動したので、そういうの忘れないように。オープン予定のベーカリーで働く中山彩香さんや道の駅のスタッフ、そして町の職員が子どもたちが思いを込めた店名を選びます。本体 の、 店舗の名前としては、まあ、そういう単純な方が僕はいいかなと思います。たくさんの応募作品の中から選ばれたのはアンドパン。応募したのは当時松野西小学校6年生の小笠原大和くんです。お魚館に行ってカゴ盛り市場で野菜を買って、そこで一緒にパンを買える場所なのでアンドパンとつけました。小笠原くんの思い、そしてパンを買ってくれた人たちそれぞれが大切な誰かと一緒に幸せな時間と一緒に食べるようなお店になってほしい。スタッフのそんな思いからアンドパンが満場一致で選ばれました。入り口にかかるお店のロゴは地元の地域おこし協力隊がデザインし、内装は松野町の森をイメージした落ち着いた色合いに、まさに地元愛があふれたお店になりました。オープン前日の3月24日、スタッフの中山さんと準備に追われていたのはアンドパン店長の篠部里美さん。生地が予定通り発酵しているかどうかや足りない材料はないか入念にチェックします。
何ですか。ずっと待って。うさないでください。明日は緊張しております。楽しみですよね。楽しみですね。楽しみます。本当楽しみます。支え合って。翌朝午前6時、辺りがまだ薄暗い中、スタッフが次々とパンを焼き上げていました。この日用意されたのは、桜あんや抹茶あんが入った季節のクロワッサンや、オーソドックスなカレーパン、塩パンなどおよそ35種類。オープンを心待ちにしている地元の人たちは受け入れてくれるのでしょうか。午前8時、お店のオープンを記念して開かれたセレモニーでは、アンドパンの名前を応募した小笠原くんに賞状とお店で使える商品券が贈られました。そして午前8時半、アンドパン、いよいよオープンです。オープンと同時にお客さんがトング片手にたくさんのパンを買っていきます。イートインコーナーでは早速パンを食べる人の姿も。このアンドパンっていうお店が今後どうなってほしいな。他の県からも来てほしい、有名なパンになってほしいです。この日用意されたおよそ1500個のパンは、閉店時間の午後4時を前に全て売り切れ。予想を上回る大盛況に、中山さんたちスタッフの顔には心地よい疲れと笑みが見られました。でもいい顔やね、みんな。店舗だけじゃなくて、いろんなお客様ともつながって、もう毎日顔をお互いに覚えるくらいにしていただきたいなって思いますし、アンドパンっていう名前を大事にしていきたいなと思っています。地元を愛し、地元に愛されるベーカリーへ。アンドパンに乗せた松野町の人たちの思いは膨らみ始めたばかりです。地元を愛す、いいと。